これをしていくためにどうしたらいいのかちょっと掘ってみます。これを邪魔するものって結局何なんだっていう話になります。次は邪魔するもの、それはシンプルに考えれば、はい、読んでみて、せーの、好き嫌いせずたくさん学ぶこと。そうですね、好き嫌いせずたくさん学ぶことができればこれができるようになります。さっき言ったことがなんですけど、どうしても好き嫌いある人、好き嫌いあるはずだ。みんな好きがあるということは嫌いもある、好きがないということは嫌いもない。素晴らしい、手を下ろしてください。食べ物の好き嫌い発表したい人はい、一番後ろ行こうか。今日初めて、ありがとう、勇気出して。好きなのはうどん、嫌いなものはゴーヤが嫌いなんだ。拍手拍手拍手。自分の弱点、自分の弱点今から発表することになるからな。はい、行きましょう。おー、卵が好きでトマトが嫌い。拍手。はい、次は食べ物以外の好き嫌い、難しいかな、そんなんある人。知ってる。はい、体育と社会は授業で好きやけど、スポーツ音楽が苦手。あー苦手だから嫌いなんだ。あーなるほど、ね、ありがとう。拍手拍手。今のすごいみんなにも当てはまるじゃない。学校に行ってれば好きな教科嫌いな教科あると思います。そういうのある人、あんまりない人いるのかな。はい、手を下ろしてください。でこれも学校の教科も考え方で、おそらくみんなにとってはよくわかるし得意な教科、あるいはその先生が好きとかでこの教科が好きになってないですか。でわからない、できない、先生が嫌いとかそういうふうな教科は苦手になったり嫌いな教科になったりしてませんか。よく考えてみてください。何が言いたいかというと、人間得意なことは好きなんですよ、苦手なことは嫌いなんです。違いますか。その通りでしょ。だから野球の練習の中でも、野球というのは例えば打つ、走る、守る、投げるっていう練習があって、普通の人はさあ今から自主練習やれって言ったら自分が得意な練習をやりだします。だってできるから気持ちいい。なんやけど、これから夢を現実にしたい人は、いや自分はここ課題なんだと、その課題を克服しない限り夢を現実にできることはない。だから自分はちょっとしんどいけど、その方向にちょっと嫌いやけど、その嫌いな方向に入ってなんとか克服しよう、あるいはいつも嫌いなことやってきてだんだん弱くなってきた、そしたら自分が好きな長所をもっと伸ばしたらもっといい選手になれるんじゃないかっていう、どうやったらできるかの可能性ばっかり探します。でも夢を現実にしない人はもうあれ嫌いやし、自分好きなことばっかりやってたらええわ。日々の生活で言うと、勉強嫌いやし野球とゲームだけやっとこう、そんな人いませんか。ぐさーぐさーって刺さった人何かいますでしょ。そんなことない大丈夫、優秀やなみんななんで実はそういうことにとらわれてるということにまず気づく。気づけるということはそれをなしにできます。でも気づかずに夢中になってとらわれてるうちはなかなかその世界から抜け出すことはできません。自分の人生を自分でコントロールできなくなります。そうなるとね。なのでそういうことを気をつけて、好き嫌いせずありとあらゆること、自分の周りにあるものからたくさん学ぶこと、それが非常に大事になっています。そういう好き嫌いが自分の可能性を決めている。言い方変えると決めてしまっている。ネガティブな表現で言うと、その自分の箱の中でいつまでたってもいてるうちはその夢を実現する可能性は広がることはありません。なのでこの好きなやつはいいんですよ。好きなやつはほっといても好きなんだから、気がついたらやってるよ好きなことなんですけど、問題は夢実現するために自分がちょっと嫌やなとかしんどいなと思ってることとどうやって向き合うかで、よくやるのは我慢してやりなさい、我慢して努力しますっていうのはよく言われることで、辛抱強い人、努力できる人はまあ割と夢に着々と近づいていける、コツ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 近づいていける人なんですけどね。でももっといい方法あるのにみんなは今日は気づいてほしい。夢を現実にするためにもっと
いいこと読んでみてください。せーの、どんなに嫌いなことも考え方や視線を変えれば一瞬にして好きになる。意味わかりますか？例えば学校の勉強で言うと、算数嫌いな人、はい、ありがとうございます、どうぞ手挙げてくれてありがとうございます。算数なんで嫌いかちょっと言ってくれると言いませんか？はい、計算がめんどくさい。うん、計算めんどくさいね。ありがとう、拍手。言ってくれた。はい、なんか頭の中がパンパンになる。頭の中がパンパンになるから嫌い。はい、素晴らしい、拍手。これね、また後で具体的なテクニック言うんだけど、先生的に今聞いて見えたこと言うよ。算数っていう教科は数字と数字を計算して答えを出す、あるいは図形の計算して面積を出す、あるいは証明をするっていう作業をみんなやってると思います、算数の時間で。で、その作業をやらなければいけないってなったら、何のためにこれやらなあかんねん、頭の中パンパンなるし、計算めんどくさいし、なんでこれやらなあかんねんと思ってるうちは嫌いなままです。でもみんな覚えておいてほしいのは、これから夢作ります、夢見えます、描きます。その時に夢に向かって近づいていく、これを現実にするためにはどうしたらいいんかって考えた時に、こっちで勉強してきたこととやる、あ、まあまあ成果出た、こっちで勉強してきたことも行動調整する、まあまあ成果出た、じゃあもしかしてこれとこれを足したらこんなにいいものが生まれるんじゃないのかっていうのって算数ですよ。考え方的にそこに何ならもう一個ひっつけて、何ならもう一個ひっつけて、足し算足し算でこれ埋めるんじゃないかっていうのが算数なんですよ。それが今は足し算の考え方ですけども、これかけるになんとかできねえかってなったら、一気にガーンっていうスピードで伸びていって、それがいわば周りの選手との差になります。算数的な計算をいわば他のことに置き換えて、物事に置き換えてしっかりできるようにするために算数をする、いわば夢を現実にするために算数の考え方を学ぶってなったら、あー必要って思い出したら嫌いじゃなくなってくるんですよ。ほんでやっていくうちにその作業が面白くなってくるんですね。それがどんなに嫌いなことも考え方や視点を変えれば一瞬にして好きに変わるっていう言葉の意味。じゃあ国語は何のためにやってんの？国語本読みの宿題めっちゃめんどくさい、なんであんな読まなあかんねん。でも国語の能力、言葉をよく知らなかったり、今こうやって話してることの意味があんまり分かってなかったら何にも学べない、日本語が分からないってことで、こうやって先生は言葉を選んで話してますけども、難しい言葉を熟語とかを入れながら喋られた時にもう頭の中ハテナマークでいっぱいない、もうそういうところでよく国語が分かってる人とよく国語が分かってない人の差が生まれるわけです。それがグラウンドでもよく起きてます。指導者の人が言ってくれてるのをこうやってみんなの前で話してる時に、理解してる人と理解してない人、これが成長のスピードの差になります。だから国語をやるんですよ。それを他の教科に置き換えて自分でしっかりと考えてみたら、あれこの教科必要やな、面白いっていうのに自分が考え方や視点をそこに持っていけば好きに変わってきます。こういう風なテクニックがあれば嫌いなことはなくなってきます。それが好き嫌いせずにたくさん学ぶということで、夢を現実にしていくところにつながってくるということになります。